初版の表紙、アトムの冒険は、トバヤススモレットの小説。1769年に、匿名で出版され、古代日本の物語に固くして7年戦争中の、イギリスの政治を風刺した。1727年に出版された、エンゲルベルト・ケンペルの日本史から、日本歴代天皇の名前を借用している。古代日本の物語に固くしており、大ピットが、 定著なる統治者としてカンバーランド校がファツマンという戦争の神として登場したほか、数多くの政治家、君主、軍人などが奏で登場した。1760年代末のイギリスとアメリカ13植民地の確執に対するコメントも記述されている。原子がナレーターを務め、一連の事件を見た上で、読者にそれを伝える役割を果たしている。 スモレットは古代イギリシャの原子論での原子を指しているが、同時に風刺の意味もある。アトムの冒険は1769年に匿名で出版され、本当の作者について論争も起こったものの、スモレット作とすることが定説となっている。サー・ウォルター・スコットは1821年に、作品の主要な目的は、国中に大陸との結びつきへの威風を引き起こすことで、あると論評した。 ありがとうございます。